もちょっと知られてきたのかな。わかってます。恐竜さん、今日も一緒に燃え尽きましょう。仕事に、レッスンに死ぬ気で打ち込みます。だからプロデューサー、お金貸してください。大ピンチなんです。給食費が払えないんです。お父さんが今月はそこまで手が回らないって。はい、キャラが出たら返しますから。遅くまでお疲れ様。では君たちのアイドルランク報告だ。お疲れ様です、プロデューサー。また今日みたいにバッチリなお仕事しましょう。違わないよ。黒いプロは一流の事務所だぞ。黒
社長のアドバイスも一流だよ。自分のこと考えてくれてる社長のためにも自主トレとかレッスンとか頑張らないと。レッスンで勉強してからオーディションを受ければ勝てる可能性高くなるからね。でしょ？トップになるには営業も大事だけど、まずはオーディションに勝たないとね。どういたしまし。うわぁ、敵に優しくしちゃった。へこむー、バッペちゃん。おお、すごいよ、当たりだよ。ナムコプロ、自分の言葉分かるようになってきたね。何喜んでんだ自分。敵に分かってもらう必要なんかないさ。トレーニングしすぎで疲れてるのかも。そうだ、きっとそうだ。あー、へこむー。今日は帰ろう。そうしよう、それがいい、それしかない。